クルーズ県はフランスのヌーベルイコールアキテーヌ地域県の県である。名称はクルーズ川に由来する。かつてのラマルシュを現在の県で色分けした図七7 9 0年3月4日、かつてのラマルシュ博領を元として県が設置された。中世までは県内のコミューンから多くの男たちが毎年大都市へ出稼ぎに行き、石膏、大工 屋根吹き職人として建設現場で働いていた。クルーズ県の石膏たちは1624年に大聖堂を建て、ラロシェルにダムを築き、19世紀に入ってからも、ジョルジュオスマンのパリ都市改造の現場に関わっていたので、ある。3月から11月までが彼らの労働期であった。1850年から1950年までの100年間、 クルーズ県はその人口の半分が県内にいなかったことになる。1917年のラクルティーヌのロシア兵士判断はクルーズ県内の軍事基地で発生した。1963年から1980年にかけ、レユニオン出身の1630人の孤児たちがフランス当局によってクルーズ県、タルヌ県、ジェイル県の農村過疎地域に連れてこられ、定住が図られた。 この最低重計画全体の指揮は、レユニオン選出の国会議員でもあった、当時のフランス第五共和制の首相ミシェル・ドブレが、はじめに言っていた。クルーズ県の地図県は、コレーズ県、オートイコールビエンヌ県、アリエ県、ピュイドイコールドーム県、シェール県、アンドル県と接している。県は、中央高地の北西端に位置する。ミルバシュ大地は、南東部にあたる。県の最高標高は、 シャトーベールの森の932メートルである。クルーズ県には、ロワイヤールド・バシビエール、ルイコール・モンテイオービコ、サンピエール・ベルの3つのコミューンにまたがる、有名なマジュールデータン地を抱える。データン地は、非常に独特で、壊れやすい環境体系を持ち、湿原はデータンの進行する蓄積で特徴を付けられる。 大多数を占める有機質の植生が分解されなかったり、わずかに分解されるだけであるという土壌が非常に大きな面積を持つ。この特徴が二酸化炭素貯留を生み出した。動物層は貧弱であるが特徴的である。小持ヘビ、マ蛇、薪綿ひばり、ヨーロッパ鎖蛇、保護動物の猛筋類中皮ワシなどである。この鳥の姿は一種のノスリのようである。 翼と尾は長く、腹部は白いが頭部と胸部は黒い。ヘビ類を捕食する。植物としては、稀な猛戦ゴケ族が数多く見られる。クルーズ県西部の典型的な田園風景、リムーザンの森林は古いものではない。1862年当時、県面積の内森林は118,900ヘクタールほどであった。しかし二つの世界大戦の後、 植林地と林業は打ち捨てられ、2003年にはその面積が58万4000ヘクタールに達した。事実、森林の増加は人口の減少に比例している。広大な面積は、米松や頭皮、多く、ブナ、カバ、栗などが占めている。クルーズ県は、県の南北で標高200メートルから900メートルの高低差があるにせよ、 多かれ少なかれ海洋性気候の影響を受けている。見る場所大地は湿潤気候である。降雨量が非常に豊富で降雪をもたらし土壌を潤す。クルーズ県は伝統的に畜産と職人による手工業で知られてきた。しかし近年、近接する県と比べて遅れていたグリーンツーリズムが数多くの農家民宿や 農家風別荘ができたために発展してきている。参照元、スプルフィ・イ,アイン・エヌ・エヴア,アレアン・イ2006-2076世紀までは、オック語の一方ことであるリムーザン語が公用語であった。初期の銀遊詩人たちは、リムーザン語で話していた。リムーザン語は20世紀初頭まで、話し言葉として優勢であったが、学校教育の場で正式に、 オック語が禁止され変わってフランス語が導入されたことで、廃れた。従って、リムーザン語は1930年以降50年以上、地元リムーザン人が多く暮らす農村部で用いられてきた。多くの不祖の名にちなんだ名前、または地名に由来したリムーザン語の中に、顕著なオック語の影響を見て取ることができる。リムーザン語の特徴は主にアクセントや、文構性にその痕跡が見られる。 ガー、サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。バーゲニューフ、サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ラスーテレン、サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。サントフェア、サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。オーブソン、サイトウェブテンプレートでは、 アクセスデートイコール引数が必須です。ありがとうございます。